こんにちは、はしーチャンネルです。今回はこちらのキリンの形のデジタル身長計身長ワカールをご紹介します。種類はこちらのイエローとピンクの2種類があります。中には取扱説明書が1枚入っています。身長ワカールは汎用電池3本で動きます。こちらの底面に電池を入れるところがあるので蓋を開けていただいて、電池の向きに注意してこのように3本セットしてください。電池を入れたらこのように蓋をしてください。それでは実際に身長ワカールを使って身長を測ってみます。身長ワカールを壁に垂直に当てます。垂直に当てたらボタンを押します。すると身長がこちらの液晶画面に表示されます。身長ワカールは音波の床との音波の跳ね返りを使って身長を測っています。今回は身長ワカールをご紹介しました。